わけで改めまして橋本ガラスのクッピーと橋本ガラスのタビちゃんと他のシレンです。はい、ただいまノーパンタイムですね、2人とも。まあもうタビちゃんはねずっとノーパンだね。はい、というわけで前回の動画の予告通りにちょっとね珍しい鳩の動画が届きました。先日顕微鏡の花、わー、タビちゃん、あー、タビ怖い、クーちゃんやられるよ。それタオル、タビちゃんが使いたいんだと思うよ。というわけで先日顕微鏡の話の中で出てきました、私のね尊敬します横浜の鳩の師匠からですね動画が届きました。なんと鳩の師匠のお母さんはですねハシボソガラスを保護してるんですね。このチャンネルもよく見ていただいてるようでいつもありがとうございます。あ、くーちゃん自転車に隠さないでそこに、あー、はい、というわけで横浜の鳩の師匠からですね特別に保護されている青バトの青ちゃん、青ちゃんの動画が届きました。なかなかね千葉県ではめったに見ることがくーちゃん頭がすぐ、あー、頭がすごいこと、今日の、ま、満月だね、くーちゃんね、頭まん丸だ。はい、というわけで横浜の鳩の師匠が保護しています飛べない青バトの青ちゃんの動画が届きましたのでそちらをご覧ください。はい、というわけで青バトの青ちゃんでした。今度また父ちゃんのスリッパに隠すの。青ちゃんはオスでしょうかメスでしょうか、どっちかな。青バトのメスはですね全体的にグリーンなんですね。で青ちゃんはあの翼のところがねちょっと赤っぽいような色してましたので男の子です。インスタグラムで青バトをフォローしてるとどんぐり、大きいどんぐりの粒を丸飲みしてる画像がよく出てきます。青バトはねどんぐり大好きなんですね。でもね、青ちゃんはどんぐり食べないそうです。みかんが好きなんだよね。去年はね、青ちゃんにね、ポンカン送ってあげたんだけどね、今年はなんか、ちょっと暖かかったからね。ちょびちゃん眠くなっちゃいました。はい、というわけで、今日は横浜の鳩の師匠から届きました。飛べなくてね保護されている青バトの青ちゃんでした。